麻生駅は、北海道札幌市北区北40条西5丁目に、ある、札幌市営地下鉄南北線の駅である。駅番号は、N01。なお、かつてはほぼ同じ位置に、札幌市電鉄北線の麻生町停留場があった。一面2線の島式ホーム。南側に、クロス式天鉄機が、北側に、片渡り、式電鉄機と縦2に編成留置できる。 留置線が2本ある。開業以来、南側の点鉄機は事故などで運行が乱れた時を除き、2番ホームで停泊した列車と深夜の到着便の一部にしか使われず、それ以外の時間帯に到着する電車は2番ホームから、北側の留置線へ一旦改装された後1番ホームに入線し、まこまない方面域として出発する方式をとっていたが、2012年6月4日より、 南側の点鉄機を利用し、ホームで折り返しをする方式に変更された。南北線発の可動式ホーム作設置駅である。ホーム両端に階段、エスカレーターがあり、ホームとコンコースを結ぶエレベーターは専用の改札とともにホーム中央に設置された。コンコースのこの付近に地上へのエレベーターも設置された。駅出入り口は8カ所あり、南側の出入り口が バスターミナルに接続している。北側の一番で入り口は構造物の関係で一度階段を降りてからまた登る特殊な構造になっている。乗り場札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は2242人である。札幌市営地下鉄では札幌中心部の札幌駅、大通駅、新札幌駅に次ぐ第4位で たせんとの乗り換えがない単独駅としては、第1位である。2001年度までは、減少傾向が続いていたが、その後はおおむね横ばい傾向にある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。西五町メタル川通り、岡玉空港通りなど、5つの通りが集中する。駅付近は、商業地で、大型店以外にも、業務ビルと中小の商店が密集する。 バスの乗り場は駅の南北端に2つあり方向別で分けられている。行き先や乗り場は麻生バスターミナルを参照。ありがとうございます。